夕飯は熱海とか伊東で食べようと思ったんですが、とりあえずここに1個こういうのを買ってきました。ちょっとだけお腹が減ると思ってね。グリーン車に乗った場合はですね、ちゃんとグリーン券を持っているということを示すんですが、IC カードがありまして、その IC カードにのお金で払うとこういうふうにこうできるんですね。この緑色のランプがついているときは、私はグリーン車の切符をちゃんと買いましたという証明です。私は何度も言ったようにクレジットカードの、ポイントが貯まってタダでグリーン車に乗れる、権利を大量に持っているので、全然グリーン車に乗るのにお金は使ってないんですけどね、最近では。熱海に来ました。これより東海道線を西に進むと JR 東日本を外れてしまうので、今回の、タダで乗れる区間を過ぎてしまうわけですね。そうするとお金かかるから、熱海より西には行きません。つまり沼津とか三島とか修善寺方面には行きません。まあ、ちょっとぐらいお金追加で払ってもいいんですが、とりあえずしないことにします。で、泊まる場所ですけどね、伊東温泉に決めました。伊東もうちょっと南下するわけです、西へ行くのではなく。なんか書いてあるな、そこ、通過貨物あっぱれ、なんだこれ、あっぱれ、温泉いっぱい、美味いっぱい、伊勢海老ですねこれね。なんだこれはって感じで、まあ、JR をこういうね、たまに面白い遊びみたいなのをすることもあります。まあ、多分近頃ね、全部その関連だと思うんですけど、JR の観光キャンペーンで静岡県を推すということをやっています。毎年ですね、季節ごとに四半期ごとに、JR のその各一つの都道府県をですね絞って、そこへの観光をプッシュするというキャンペーン、デスティネーションキャンペーンというのをやっておりまして、今年の、春のデスティネーションキャンペーンは静岡県なんですね。ゆったりおしゃべりしながら帰りましょう。おすすめグリーン車と書いてあるんですが、グリーン車がですね、これが意外とお客さんがうまいことこう粛清、静かなもんですからね、静かに過ごしたい時はいいんですが、静かすぎて逆にちょっとこう他のお客さんには喋ると悪いなと思うこともあるんですよね。でも JR 曰く喋ってもいいそうですね。喋って帰ろうって書いてあるから、語るもよし、寝るもよし、飲むもよし。でも寝てる人の前で語っていいのという問題が相変わらずつきません。これが、伊東線の電車、 JR 東日本の電車ではありません。伊豆急の電車ですが、それが JR を走っています。そして、使っている車両はもともと伊豆急のものではなく、東急線で使っていたものです。座席の中には西武線で使っていた、ものもあります。西武線で使っていた椅子をここに設置しています。なんだかよくわからない電車です。伊東線ってのは観光客以外からの需要は大してないローカル線みたいなイメージありましたけど、通勤通学の客さんで結構混雑していて、早く座らないと良さそうな席はなくなりそうです。まあ混んでるって言っても別に座れないとかそういうレベルの混み方ではありませんけどね。これは本当に JR 東日本の線路しか走らないんですが、伊東線の伊東駅までしか行かないんですが、使っている車両は JR の車両ではないという珍しい走り方をします。伊東駅に着きました。駅の看板に出ていましたけど、伊東園ホテルの別館というところが、ね、一泊朝食付きで4300円から、もうちょっと値段上がってましたけどね、だいたいそれぐらいの値段で、泊まれるようになってます。もうとても安いので、今晩はそこで一泊。伊東駅も随分綺麗になりましたね。前に来た時は、結構前に来た時っていうのはもう前のことになりますけど、中学高校3年の時かな、もっとねぼっちあんまなんかこう魅力を感じないような駅でしたけど、まあ私はボロッチ駅の方が好きでしたが、すっかり綺麗になってね、なんでもかんでも、いやいいんですよ、綺麗になることは素晴らしいことだと思うんですが、多分駅舎自体は残してくれてるんだろうな、このレトロ調の照明を見るに。感動的に薄汚かった伊東駅もですね、中は大変綺麗になりまして、ボロッチのは良かったんですが、綺麗な伊東駅もこれはこれでとても素晴らしいと思います。今後も伊東駅の周辺観光開発は盛んに進むことでしょう。 JR は結構伊東に力を入れてるんですよね。前ね、私ここでベンチに座って、なんか勉強してたんですけど、その時に街の人が、ね、話しかけてきて、富士大石寺検証会のものですが、今安倍政権の動向とか言ってね、観光の旅行中にこう捕まって、宗教勧誘かと思ったら安倍政権に対する反対みたいなのでね、今集団的自衛権 の行使容認についてうんぬんみたいなことを話し始めまして、私も集団的自衛権の行使容認についてはちょっとあれはおかしいと思いますけど、私観光客でこれから温泉旅館に行くのを楽しみにしてますんで、すいませんけど帰っていいですかって言って、その時はね帰らせてもらいました。
全然済まないとは思ってないですけどね。なんか宗教勧誘についてのあの気をつけてくださいみたいな、そういうのが最近多いですよみたいなことも、この交番じゃなかったかもしれませんがどっかに書いてありましたね。でこっちが温泉街なんですけど、多分これを住めば旅館があるのかなと思いますが、まあ、旅館は予約はしてあるんだけど場所は調べてないんですよね。いや調べることはすぐできるんですけど、多分こっちだろうと思って今このカメラを止めたら、そしたら、旅館の場所を調べたいと思います。伊藤園ホテル松川館、立派ですね。でもここは1泊、8000円ぐらいかかります。1泊2食付きで8000円だから、まあ住んでも安いけどね。これよりももう少し離れたところに別館があって、そっちの方が安いようです。明日の朝食がついて、でも朝食付きで5000円とかだったからやっぱり安いか。あ、ちなみにさっき言ってた宗教勧誘ですけどね、もう一度今回また受けるということになりました。まあ、ご本人は宗教勧誘というわけではないんですけどねと言っていて、私もしっかり割と話を聞いてきたので、確かにそれは勧誘という目的とは違いそうだということも納得しましたが、それについてもまた説明しますけれど、ホテルのチェックインが10時までなんですよねって言ったらね、あ、じゃあもうそろそろ行かないとって言って向こうからやすやすと返してくれました。やはり通常とは違うなと思ったものです。こっちが別館です。別館の方がちょっと安いですが、まあ、十分ですよね。温泉もちゃんとあります。宗教の話は後でするとして、伊藤園ホテル別館の中なんですが、私の部屋だけなんか違うんですよね。他その何なんだろうな。入り口が超狭くてね、これはすごい狭い部屋取ったかなと思ったんですけど、中はそんなことないですね。十分ですよ。これで一泊ね、朝食付きで、4900いくらとかでしたね。安い安い、うん、十分だな。着物は部屋から注文できるのか。そうか、こう旅館にありがちなあると、布団と、それからちょっとこうタバコの香りが少しだけするのも、これもまた旅館らしくてよろしい。ここは別館の方が古いんだろうと思いますけどね。実際これなんか結構古いわけですけど、まあ新しい方のなんだ松なんとか館もありまして、私はそっちじゃなくてこっちにしましたんで、まあ、十分でしょう。ちょっと古いぐらいの方が旅館らしくていい気もします。で、検証会の方なんですけど、また今回も話しかけられましてね、そんなに多いのかと思ってびっくりしたんですが、私同じ人なのかなと思ったらなんか違う人だったみたいですけどね。なんだこれは、あれだ、検証新聞とは違うが、日蓮大聖人の、仏法、日蓮聖人の、ね、教えをこう伝えるのが、検証会ですから、教えをこう書いた紙パンフレットと、それから検証新聞ですけど、これ今日の検証新聞なのかな。いや違うな、結構前のやつを持ってるみたいですが、これはあれですね、創価学会、一応もうこれは別に私が何か意見を言うわけじゃないですけど、検証会としての立場は、創価学会も、日蓮召集も、誤っているものであると、そして、それぞれが外れてしまっているから、それを、救おうとしているようですね。だからここで打獄の道歩む、800万学会員を救わんというふうに書いてあるわけですね。これが多分検証会の、集まりなんだろうな。幹部会がここでこのようにこう開かれてるようです。で、別に私は全くもってその方の、ね、言ってることを信じはしなかったのですが、せっかくだから、まあ、その人はね、話してみて思ったのが、意外とっつったらあれだけど、まあ、人柄は誠実そうだし、時間もあるから、じゃあこの人がなぜ私を勧誘しようと、勧誘というか私に、検証会のことを伝えようとしているのかということについて、私もしっかりその人と喋ってみようと思ってね、腰を据えてお話をすることにしました。まあ結局立ち話ですが30分ぐらい喋ったと思います。まあ結構有意義でしたね。あるところで私はね、もう私はYouTuber やってるって話もしたんですが、YouTuber やってて、お金ももう儲かりまして、正直、これまではまあお金さえ儲かって、まあ、お金さえ儲かっていればいいとは思わなかったけれど、でもまず自分にとって必要なのは先立つものだと思ったので、お金を一番、胃の一番に大事にするように、努力してきました。でそして、そこでそのお金はもうほぼ手に入れつつありますが、自分の人生はまだ残り60年近くあって、その残りの人生をいよいよ何に使うかということを考え始める必要があるような局面に入っていると思います。でもお金を稼ぐ以外にその60年を何に使ったらいいのか私はよく分かりません。それをもし宗教に満たすことができたらとても私は幸せだと思いますが、残念ながら私は、
日本人がよく神社で参拝しているあの行為、あれは日本人が潜在的に神社にお賽銭を入れて、手を叩くということが、ご利益とされるものにつながると信じているからこそ、まあ、つまりその神道という宗教を信じているからこそ、あそこでああいったことをやっているわけですけれど、私は、神社に対して何の敬意も、まあ、もちろん宗教として信じている人がいるから、その人たちの信仰心には敬意を表します。もちろんそれは、この、私に検証会の話をしてきたその人と同じように、敬意を表しますが、しかし自分自身では神社に、こうやって手を叩いて、お祈りしたりお賽銭を入れたりということをやること自体は大変バカバカしいことだと思っています。でその方も、そう、その通り、あの私もあの神社の言っていることとか、それからキリスト教のことを言っていることは私も嘘だと思いますって、その、あの私に検証会、まあ、検証会のその人も言っていたので、でただ私はそれを申し訳ないけれども、あらゆる宗教に対してそう思っているのです。だから、検証会さんもそうだし、それからもちろん創価学会さんも、キリスト教も、神道も、まあ、イスラム教も、あの全てあの私は、信じていません。ただ、私はあなたを見ていて、こんな夜遅く、まあ、9時ぐらい、9時過ぎに、伊東駅の周辺で自分の話を聞いてくれる人が、自分の話を聞かせて、相手のためにと思って自分の話をしようと、政治にこう一人一人に話しかけ、そして近頃宗教勧誘というものが、世の中で、広く広まり、そして、そういったことをすることによって、まあ、あのおそらく、あなたはあまり、話しかけた人たちから、いい対応をされていないだろうということを私も推測しています。で実際その人は、まあ、あの私もあのこちらがあの日蓮聖人の、話を伝えるということが、とても必要で、その相手に役に立つからこそなんとかお伝えしようとはしているのですが、ただ一方で、その自分の、話をこうなんかこう、まあ、好意的にというかね、まあ、あまりこう風当たりはまあ良くないですよねみたいな、まあ、そんな感じのことをね、そんなにあのそれ否定的な言い方はしませんでしたが、まあ、なんかそれを示唆するような言い方をその人もねしてました。で、まあ、そういうふうに、つまり世間からあのすごくこう、冷たく当たられるような活動をやっている、そういった活動をすることが世間から冷たがられるということはその人も理解しているし、それから、なんだあのそれ以前に、まあ、夜遅く平日のねあのなんか仕事とか終わった後の夜遅くに、伊東駅の夜暗いところで一人一人こう話しかけるようなことをしている、まあ、それ大変なことじゃないですか。それを自分で、自主的にそんな大変で、かつ辛いことをやろうとまで、信じられているというあなたがそれを、検証会の、中に入って日蓮聖人の教えを信じることができているというそのことをとても私は幸せだし羨ましいと思うし、もしそういうふうになれるなら私はなりたいと思います。でも、今までの自分の経験からしてそうなれないということはよく分かっていますというふうにその人に言いました。そしたらね、あのその人もあの急にこう方向性が変わってね、私のこういった長々としたね私の話をずっと聞いてて、あのなんかなんかこうすごいしっかりしますねみたいな、このあの私の話をこうなんかすごい感心していろいろ聞いてくれて、なんかこっちも光栄だったんですけど、まあ、それで、まあ、そういうあの相手の話をこうしっかり聞いてあげるみたいなのが勧誘テクニックに入るとかね、そういうふうにこうなんか勧誘テクニックみたいなふうに思う方もおられると思うんですよ、この今動画を見てる人も。でも実際ね、その後で、あでもすみません、ちょっとお話ししてて、いろいろ私も伺った話から勉強にはなりましたけど、まあ、もうちょっとホテルのチェックインが10時までということになっているので、もうちょっとそろそろみたいな、ホテルのチェックインが10時までって言ったらですね、すぐにその人が時計パッと取り出して、あ行けない、もう行かないとみたいなようなことを言ってきてね、で、そこですぐ別れようとしたんですね。で、いや、まだね、大丈夫ですよ、もうまだでも21時37分とかだったので、まだ少し時間がありますからって言って、私が逆にその人がこうちょっと引き止めて、ね、まあ、せっかくですから話聞かせてくださいよって言って聞いてですね、で、まあ、その方曰く私のその話を聞いた感想としては、もちろん私はその方の目的は、まあ、別に検証会の会員を増やすことが目的ではないんだけれど、日蓮聖人のその教えを正しい、唯一の正しい教えを、とされるものですけれどね、私たちとしては、唯一の正しい教えを、世の中にこう広めていって、
そして、広めるというか、その今そこにいる人に伝えて、その人に役に立ててほしいからこそそういうことをやっているわけなので、私としては今ここで日蓮聖人の教えを、あなたに紹介させていただけるのが一番いいのですが、まあ、しかし、私はそこまでは今回は、今回はというか、そこまでは求めません。もし今後どこかでお会いするようなことがあったら、その時はまた今日はありがとうございましたというふうにその人もね、お礼してくれて、私も握手してですね、固い握手をして帰ったんですが、まあ、でももしよかったら、こちらのこのパンフレットをパンフレットっていうのかな、なんて言ったかな、ここに書いてあるので読んでみてくださいって、まあ、ちょっとね、まあ、せっかくなんで読んでみようと思います。まあ、はっきり言ってね、日蓮大聖人は、なんとかなんとかで、仏であられる、人生の目的は成仏にある、とかね、死後の生命も大安楽を得る。死後の生命ってなんだよっていうふうに私は思いながら正直言って読んじゃいますけどね、これはね。いくらその人が一生懸命私に説明してくれたとしても、それから地獄に落ちる老行とか書いてありますが、別に天国も地獄もないだろうと思うし、まあなんか他にこういろいろ書いてありますが、予言が的中したらこんな嘘だろうとか、たまたまだろうんじゃないのかなとか、そんなふうに私は、まあ、正直ね、これを読んでいて思うわけですけれども、まあ、ともかくそう思ったとしても、まあ、その人にとっても多分私が読まないよりは多分いいだろうし、それから、まあ、なんていうんですか、もしかしたらいつか本当に私が何か気が変わって、検証会を入会してね、検証会入会して日蓮の教えをそれに従うように、いつかもしかしたら、まあ、なるかもしれませんね。で、まあ、もしなったとしたら、それは私にとって信じることができるというのはですね、人生に一つ目的を見出し、自分の死んだ後がどのようになるかも分かっていて、死の恐怖からも解き放たれているということでありますから、それは本当に幸せの境地に達したということなんだと思うんですけれど、まあしかしここでこういう話をして、なんかまるで私はなんか検証会のなんか宣伝大使みたいなふうになってますけど、全然別にそういうつもりはなくてね、本当に全くもって、関係はないわけですけれど、まあ、ただ、宗教というものを、信じることができるのであれば、それは羨ましいことだと思う、けれど、まあ、私は、一生そういうふうになることはないだろうということを思いながら、まあ、せっかくなので、まあ、世の中のいろんな宗教を、ね、信じている人が一体何を考えているのか、その人たちの考えに、触れてみるということも、まあ、面白いだろうと思いますので、ね、まあ、最近になって気づいたことですが、宗教を信じている人たちも宗教を信じているという違いが、まあ、私たちのね、私たちのような何も無宗教の人間、違いが、まあ、あるという程度でして、まあ、実際のところその他の部分は多くは人間なので、こういうものを見ていると、まあ、宗教に関することとか関係ないこととかが、まあ、おそらくは多少書いてるんじゃないかと思うんですが、これは創価学会に対するものだけどね、その人とも結構関係ない話もしたしね、伊東温泉でどこ行くんですかとか、どういう旅行いつもするんですかとか、なんかそんな話もしましたし、もっと若いのにしっかりしてて、あなたモテるでしょって言われたけど、いや全然ね、そんなことは ありませんよみたいな、そんな話、まあ、ちょっとは声がかかったこともありますけどみたいな、いつも動画にしてるようなこともね、喋りましたしね、まあ別に、なんていうんですか、この新聞は私は持って帰ったりしないでしょ、まあ正直、新聞はもらって、どうも話を聞かせていただいて、私も勉強になりましたって言って帰ってきましたけど、まあその方もスーツっていうやつはね、教えましたんで、もしかしたらこの動画ご覧になってるかもしれないんですが、まあホテルに入るときはね、さすがにちょっとこうパンフレットはこっちとこっちでこう両方とも違うパンフレットで挟んでですね、検証新聞はしまっておきましたけど、その人も私に深入りしなかったしね、もしもよければ私の名前と電話番号をお教えしますのでって、まあ別に聞くだけならこっちはいいやと思ってね、ボールペンを私のポケットに入ってたのをお貸しして、電話番号と名前はチラシの裏に書いてもらったんですが、まあその人はね、この人はじゃあ本当に最後その別れるその瞬間になって、思ったことが、まあ、2つ、この人は本当に勧誘をしようというんじゃなくて、自分の信じる教えを単純にその場で伝えたくてやってたんだなっていうのを最後に実感しましたけどね、まあ、その2つっていうのは、1つはホテルのチェックインの時間が近づいているって言ったら、もうそこでね引き止めないで、あもうそろそろ行った方がいいですよって言ったということと、それからもう1つは最後まで、私の電話番号とか連絡先とか、まあ、私の連絡先ってメールアドレスがネットに公開されてますけど、
あの連絡先とかそういったものをね、聞こうとはしなかったということですね。うん、あ、だからなるほどなと思って、あの、まあ、いい経験でした。まあ、だからといって、あの、私が検証会のこの新聞とかに書いてあることね、あとか、あの、日蓮聖人がどうこうだとか、あの、釈迦の言ってることがどうこうだとか、そういうのを信じるかっていうと、まあ別にちっとも信じないわけですけど、うちのチャンネルが宗教との、あの、関係性がなんかあるみたいな風に思われると私としては困るので、一度どこを信じていないかだけははっきりと述べておこうと思います。まあ、日蓮さんがあの死刑執行になったようですけれど、その日蓮を殺そうとした、時に、月のごとく光たるものが突如出現し、その立ち取りっていうのはあれですね、多分こう形状 の, あの執行人ですかは、目がくらんでその場に倒れ伏し、数百人の兵士たちも一斉に逃げ出し、皆ことごとく砂浜にひれ伏してしまった。で、結局死刑執行をで、でその時に、しかし日蓮さんとしては、いや、首を切るんだったらさっさとやれよと、もう夜が明けちゃったら、あの、見苦しいだろう、だから今のうちに首を切るんだというふうに言ったんだけれども、しかし誰も、もうその聖なる力みたいなものにこう、まあ、守られた、日蓮さんを、誰ももうそれ以上、殺すことはできなかったというような話なんですね。で、なんですけど、まあ、これを聞いてね、あの、まあ、信じるかっつったら、まあ、この話聞いて、あ、そうですかっていうふうには普通思わないと思うんですけど、あの、私はそう思いますけど、まあ、そう思う人もいると。で、これを、あの、そう思う人を、あの、それを信じる人をバカだと言い切るのは簡単なんですが、そうじゃなくて、そういうことを信じて、そして、なぜ日蓮さんがそのようになったのかということを考えて、そして、その教えに私も従おうというふうに考えるということは、それはね、むしろね、あの、羨ましいことです。そういうふうに考えられるということは、本当バカにしてるとかじゃなくてね、私は多分一生この話を信じることはないでしょうけれど、そういう人がいるんであれば、それは、あの、ま、ご自身の道を、ま、極めてください。そんな感じですかね。なんだ、前川原なんとかでしたっけ、あの、鉄道マニアでね、上野駅とかで寝台特急が来るときに、あの、勧誘をしに来る、人がいるんですが、それも確か検証会の人だったな。まあ、あの、でも別に私は今回、まあ、そういうものもあるのかなということを考えるのに、いいきっかけにはなりましたけど、信じるということはありません。あの、これだけ言ってください。今の話を、あの、ちゃんと私の話していたことを、ちゃんと、詳しくですね、理解できなかった人も中にはいるんじゃないかと思います。で、そういう人は理解しないままになんとなく話を進めていくと、私の心は検証会とか、あの、日蓮聖人とされるその人 の教えに傾いているように見えるかもしれませんが、あ、この人たちはこういったことを考えているのかということに対する好奇心は十分に刺激されましたけど、自分がその中と一体になるということは、今回のこの話を聞いてもやはりないなという、むしろその、確信の気持ちが、強まった、そういう次第です。本当に、あの、うちのチャンネル別に検証会の宣伝するためにやってるわけじゃないですからね、それ大丈夫ですよね。前に創価学会 の, あの紹介したら、創価学会のマジモンなんじゃないかってことも言われましたけど、まあ、創価学会の紹介もして、検証会の紹介もしてんだから、あの、宗教に傾いてんじゃないってのが分かりますよね。もう、おじさん、ホテルマンがですね、来てくれて、すいません、あの、忘れてましたと言って、まさかこんなにくれると思わなかった。私、5000円のプランに泊まったわけですけど、こんなんまでついてたのか。私、あれだな、なんか変なプラン予約したのかな。安いから、あの、一番安いの予約したつもりだったんですけど、なんだこれ。シェービング、洗う、しっとり潤す、男のかさつき、スーパーヒオルラン、ヒアルロン酸、これ何かな。角質や皮脂が取り除かれ、水分素早く吸着する。あ、これで、ヒゲ剃りの前につけて、これをこうつけて、それで、あの、後でやると。で、それから、高級ヒゲ剃りか。これ、5枚刃だってさ、いくつ入ってんのこれ、1個かな。普通、温泉旅館泊まってこういう高級なカミソリ手に入れないですよね。なんか変わったもの持ち込んだんだろうな、やっぱりな。でも、安いですからね、まあいいんですけど、たまには使ってみるか、こういうのも。
髭剃ってるとなんか肌が確かに言われてみて荒れてきてるような気がしてたんですよね。でですね、時刻は今22時40分ぐらいなんですけど、あの部屋でゴロゴロしてて眠くなってきたんですが、同時にお腹も空いてきまして、なんか食べたいと。でもあの、まあ、食事するところはですね、後ろにローソン、前方にすき家などあるんですが、まあ、 あのやってるんだろうからね、大丈夫ですけど。フロア0時までです。であと1時間しかありません、閉まるまでね。それまでに入ってきてもいいんですが、まあ私そんなに入浴っていう行為がめちゃくちゃ好きなわけでもない、まあ、好きなんですけど、1日家で 2,3 回ぐらい入ってんです。寒いから温まるために入るんですが、まあもう今日家で朝入って昼にも入ったので別にもいいかなと思ってね、風呂はまあ入りません、それは明日の朝でいいやと思います。なんで別に急ぐ必要もなし。びっくりしたな、もうあれビビるよな、あの向こうのビルですけど、あそこ人掛けがねなんか立てかけてあるんですけど、あんなこう怖い向きで人影があんなところにあったらビビりますよねこんな夜遅くに。まあ、でも車通りがいっぱいあるので怖い道ではありません。あ、前方にあのココスがあります。多分ココスってファミリーレストランですけど、割と夜遅くまでやってたと思うんで、あそこにしましょうね。昨日何食べたっけな、今日の朝は、朝っていうか昼はガスト行ったな。まあ、ああいう旅館ってね、あの夜になると閉まる場合もあるんですが、今回私が泊まってる伊東園ホテル別館は一晩中空いてるということだったので、鍵持っていけば、まあ、あの出入り自由らしいんですね。風呂も入らないから帰る時間は心配なし、翌朝は5時から風呂が空いてるんだそうです。まあ、そんな早起きはしないわな。でも、8時半までには朝ごはんを食べ始めないといけないということになってるそうなんで、まあ、そうするとなんだかんだ、まあ7時ぐらいには起きるのかな。チェックアウト12時ですからね、二度寝しちゃっていいわ、いいけど、でもね、一日使い放題のフリーパスを使ってますんで、それをね、なるべくこう、効率的に使い切りたいという思いがありますからね。ただ、あれなんだな、まあ、だからそれで、なるべく移動をたくさんしておいた方が元が取れますんで、朝起きるのがこう、遅いとね、その分、そのフリーパスを使い切るのも、こう、使い切るあれが、程度が減るじゃないですか。そうだったらもったいないなと思うんですが、でも金曜日ね、私ちょっと東京で仕事があるから、今日水曜日なんですけど、明日木曜でしょ。で、明日なんかそれで例えば東北地方とかに行っちゃうと、金曜日の新幹線がなんかで帰ってこなきゃいけなくなって、帰って金かかるからな。そんだったら別にいいか、ゆっくりしようか。元は取れるはずですよ。温泉街とは違うと思いますが、でもまあホテルがたくさんあるようなところ、ココスも0時までやってるみたいですね。まだ大丈夫そうだな。いやー、いいガストでしたよ。本当にね、このガストに来てよかったなと思いましたね。この伊東で今のところ、まあ、一番の思い出がさっきの検証会の方かガストかどうか、まあ、どっちか分かりませんけれど、一番嬉しかったのはマグロのたたきご飯ですね。今日の昼ね、今日私仕事でガスト行ったんですけど、ちょっとテレビの仕事をもらいまして、その打ち合わせをしてたわけなんですけど、その時にね、まあ、ガストで、食事したんですが、ガストの昔から美味しいメニューで、もう小学校の時から私が好きだった、一番のもうガストといえばこれという、私の中でのもうナンバーワンのメニューがありまして、まあ、それがマグロのたたきご飯と言ったんですが、一緒に見てくれます。でそれがですね、この間までずっとあったんですけれど、なんかマグロの量が少なくなったと思ったら、今度はついにそのマグロの、質そのものが変わってしまってね、油を混ぜた、まあ、ネギトロとされている、まあ、油を混ぜたマグロみたいですね。ちょっとベタついた、まあ、トロみたいな中トロみたいな感覚を味わせるために作ったものらしいんですけど、私はまずくて仕方がないと思っているそういうものに変わりました。多分経費節減のためなんでしょうね。ちょっともう充電が切れかけていて手ブレ補正機能が減ってきているから、まあ、ここで少し一旦立ち止まって映そうと思いますけど、こういうものになったんですよ。なんか立派な車がブーンつってんな。あれはでも1台か。助手席に釣り革がぶら下がってるけど、鉄道好きな人なのかな。鉄道好きな人でね、車も好きな人って結構いますからね。夜道は暗いですけど、でもまあ意外と人通りはあって、そんなに心配なところではなかったかな。まあ、私が一番心配される対象かもしれませんけどね、私を心配されるというより、私が一人でブツブツ喋っている男がいるということ自体を心配する人がいるのではないかということです。宿に帰ってきました。まだ受付にも人がいます。で部屋に帰ってきましたが、そしたらね、もうそのガストからマグロのたたきご飯がなくなって、もう悲しみに暮れてたわけですよ。で、ああそういう悲しいことがあったらと思いながら、別のファミレスチェーン、スカイラックグループとは関係ないですよね、ココスに入ったところ、見てくださいこれ。
マグロのたたきご飯があったんですよね。まあ、さっき、まあ、皆さんにも映像でご覧に入れたと思うんですけど、まあ、もしあの私がそのネギトロについて嘆く動画をあの見たかったら、セビロチャンネルの方でね、今日撮影しまして、多分この動画よりも早くアップロードされてると思うんですけど、スーツネギトロとか入れて調べてみてください。そしたらね、あの私があの十何分だから、それぐらい20分ぐらいだったかな、長い時間にわたってネギトロに対しての文句を言っている動画が出てくると思うんですけれど、嬉しかったですね。昔のね、あの今日の昼お昼ご飯で、うわぁ、もう昔のあの、馴染み親しんだマグロのたたきご飯は失われたのかと思ったらば、その日の夜には別のチェーンで食べることができる。じゃあ、ひげはまあ明日剃ればいいかな。歯を磨いて寝ることにしましょう。じゃあ今日の動画はここまで。あのどういう趣旨の動画か分からなかったと思うし、この動画すごい長大だと思うんですけど、今後、スーツ旅行チャンネルではこういったものを数多く出せたらいいかなと思ってるんですが、この動画が面白いと感じたかそうでなかったかについては、それはあの視聴者の皆さんにね、あのまたあの、委ねさせていただきたいと思いますが、まあ、基本的にはあの1回目の最長往復切符の旅の、旅費の制限がなくなったバージョンなのかなというような気がしますけど、いかがですかね。楽しんでいただけたら幸いでした。ありがとうございます。そうそう、この部屋ね、トイレ付きっていうことなんですけど、トイレどこにあんのかなと思って、まあ、今ちょっと私が閉めたところがトイレなわけですが、部屋開けて入るとこのマンションの玄関みたいなのね、入るとこういうすごい狭い玄関があって、まあ、ここから畳なわけですよね。トイレないじゃないかと、トイレ付きって書いてある、あれはクローゼットなわけですよね。どこかなと思ってこう振り向くと、お手洗いは入り口引き戸を閉めるとその裏にございますってあって、まあ、この狭い入り口を閉めて、ここにトイレあるんですね。開けますよ。結構広いんですね。これびっくりですよ。こんな広かったのか、お前。トイレ、これが。あ、なかなかいいトイレです。うちのトイレの倍ぐらい広いかもしれないな。うちのトイレも、あの、セビロチャンネルに出てますんでね。興味があれば見てみてください。